さんこんにちは。私は今、名古屋港のフェリーふ頭にいます。これからね、船に乗って北海道に行くんですけれども、皆さんだったら名古屋に行って北海道に行くって言ったら、まあほとんどの方が飛行機で行くんじゃないでしょうか。まあ、中にはね、あの目的地とかによっては新幹線、新函館北斗まで、新幹線で行くっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、今日はね、時間に余裕があるのでっていうよりも会社が休みをくれましたというか、本当にも愛さんありがとうございますっていうことなんですけども、まあ、というわけで、これから41時間かけて2泊3日で仙台経由で北海道の苫小牧に、名古屋から、フェリーで、行きます。船はね、2011年就航の、3代目の石狩号という船で、大きいんですよねこれで、これに乗って、一人で、船旅を楽しんでいこうと思います。出発は、19時ちょうどなんですけれども、乗船手続きが4時15分、16時15分から開始で、搭乗が、5時半、17時30分からということで、今、待合室で、まあ、船を見ながらのんびりとしています。もうちょっとねしたら、乗船かなというところで、あと今までこうバイキングもやってなかったんですけども、今日7月の19日からバイキングが再開されたということで、このバイキングも、思いっきり楽しんでみようかなと思っています。じゃあもうちょっとね、ゆっくりしてから、乗ってみよう、搭乗します。まもなく、乗船開始ということで、さっきアナウンスがあったんですけれども、それにしてもこれボーディングブリッジ長いですよね。これ今、待合室の2階にいるんですけど、何階に続いてるんでしょうね、多分5階かな。ずっと登っていく感じですよね。なんかえらい飛行機よりも全然長いですもんね。あ、今ちょっとフライング気味のお客さんが係員にちょっと呼び止まれてます。まあ、でもあと2、3分くらいでね、乗れるみたいなんで、すごい今楽しみです。今ね、乗船開始の、案内がありましたんで、これから、乗船ということで船に乗ってきます。最後ここ、ちょっと急な坂を登って、いよいよ乗船です。ございます。すごい船ですよね。私の自分の部屋はね、7階なんで、エレベーターで、7階まで、5階から乗船して2つ上がって7階まで行くんですけど、階段で行きました。なんかすごい、なんかこうこれどこをイメージしてるんですかね。なんかすごいです。なんかもう語彙力ないんですけど、すごいです。しか出てこないけど、すごいです。
で7階に来ました。で自分の部屋が705なんで、この先頭のここですね、ここに行きます。で左右に折れて705だから右ですね。着きました、705号室。ここでカードキーを当てて部屋に入ります。よいしょ。でカードキーはここに入れる感じですね。よいしょ。で、和室を選んだので、ここで靴を脱ぎましょう。なんか修学旅行の部屋みたいですね。和室、布団が3つある。でも1人だけなんですよね。まあでもすごい十分な広さ。あ、なんかもうテレビついてるし。よいしょ。じゃあちょっと部屋を見ていきましょうか。ちょっとマスクは外そう。で、テレビも一旦消します。ここまず冷蔵庫。冷蔵庫はホテルにあるみたいなちっちゃい冷蔵庫ですね。あ、中冷たくて、こうやって温度調整もできますね。でここにポットがあって、お湯も沸かせると。でここにお茶と、セット、湯飲みなどのセットがありますと。ここは襖、あ、タオル3つ分ありますね。あ、全然十分ですね。でここ、ここエアコンの調整が効く感じか。よいしょ。でここは何でしょうね。押し入れ、なんか子供がさ、なんかかくれんぼで使いそうなところですね。ハンガーもこうやってあるし、全然十分ですね。でここはトイレと浴室、あ、バスタブと、トイレもあります。バスタブも本当もホテルみたいですね。ちゃんと出るし、温度調整も効くし、ここにシャンリンスインシャンプーと体洗うボディソープもあるし、シャワーもあるし、まあもう本当ホテルみたいです。でここにアメニティがありますね。歯ブラシ3本、コップ、ひげ剃りもありますね。とコンセント、ドライヤーと、まあ、トイレもウォシュレット付きなんですね。あ、もう全然広いですね。こっち、あ、鏡もありますね。でここ、襖、先頭なんでね、一番目、夜間は公開に差し支えますね、と開けないでくださいと。ここに登らないでください、上がらないでくださいと。今夜間じゃないんでちょっと開けてみましょうか。どうなってもこれどうやって開けるんだろう。どうやって開け、あ、こうやって開けるのか。なんか明るくなってきた。夜はちょっと閉めなきゃいけないですね。今まだ明るいんでちょっと、大丈夫でしょう。あ、先頭じゃないですか。今はここを、まあ一番前かな。なんかこれ上がってるっていうか、なんか多分荷物か貨物かなんか指示してるんで上がってるけど、多分これが閉じると、もう全面展望ですよね。これ最高の見晴らしのとこですね。ただ夜はね、閉めなきゃいけないんで、まあ昼間とか朝とか、すごいいい眺めかなと思います。多分、この部屋の一個上が、まあコックピットというか操縦室なんじゃないかなと思います。右側に、目をやると、イスワンガンドですね、見えますね。なんか名工トリトンか、見えます。向こう、この奥の方が、岡崎とか静岡、東京の方に行く方ですね。で手前の方が、四日市とか大阪の方に行く感じですかね。ここから名古屋市街の街は見えるかな。ちょっと厳しいかな。ちょっと厳しいですね。あれ何のビルだろう。ちょっとなんか高層ビル、マンションかな、見えますね。布団などは自分で敷く感じですね。船内を見ていきましょうか。今7階にいるんですけども、ここ7階、いきなりこうデッキがありますね。外出れます。
ですね。こうやって外出れますね。いや今日天気良くて良かった。本当に良かった。あとでも出港まで1時間ありますね。まあ、今6時なんですけども、出港が7時なんで、あと1時間。やっぱ出港までね、時間があるといいですよね。まだね。夕食の時間なんでそろそろ行きましょうか。まだ6時だけどこんなに明るいですね。ちょっと早いけどね、夕食のアナウンスがあったんで夕食に行きましょうか。食が並んでますね。やっぱり消毒するんですね。ちょっとこれから手続きしてみようと思います。安全にそして快適に過ごしていただけますよう、社員一同
サービスに努めてまいりますのでよろしくお願いいたします。仙台までの海上模様は波の高さが1メートルから2メートルと比較的穏やかではありますが、波の状態によりましては多少の船体動揺も予想されますので、お足元並びにドアの開閉時には十分ご注意いただきますようお願い申し上げます。それでは仙台までおよそ22時間の船旅、どうぞごゆっくりお過ごしください。名古屋港を離れました、今出港ですね。太平洋フェリーの方たちがね、明かり持って手振ってくれてます。側行ってみましょうかね。反対側の方に行くと、伊勢湾岸道などが見えます。でこれから、名古屋港の名港西大橋をくぐっていくんですよね。一旦ここで180度ターンしてからくぐるんですかね。これもまだなかなか見ものかなと思います。
一時上陸する方の向けの受付、朝7時30分からやってくださいということですね。これちょっと後からもらっていきましょうか。一時上陸の旅ということでね。空席情報があるので、東京変更もこうできるところですね。ここはキッズルームということで、子供が遊べる時間から9時までですね。で、一旦外出るとここがロッカー、コインロッカーですね。有料、普通サイズが200円で大きいサイズが300円になってますね。ここで公衆電話と、携帯の充電器、タイプ C、iPhone、マイクロ USB とか、フォーマとか、AU とか、そういったのができるようですね。20分100円、有料ですね。まあ、でも今ほとんど持ってきてるんでね、多分充電器が。まあ、あんまり需要ないんじゃないかなとは思います。なんかいろいろとインフォメーションみたいなのがありますね。すごいですよね。これ船の中なんですよね。なんかどっかヨーロッパかなんかのどっかのお城か何かイメージしてるんですかね。お城か宮殿かなんかですかね。こっちの方行くと普通入れるスペースがありますね。左側が喫煙コーナーで、右側がこうやってなんかテレビやってますね。寝る分には十分かなと。カプセルホテルみたいですよね。でもなんかまあ必要なものは揃ってるんで全然いいと思います。でここ行くとコインランドリー、コインランドリーは朝7時から夜の10時までやってるようですね。コインランドリーは、洗濯が40分で200円、乾燥が30分100円ということですね。22で洗浄させていただきますということです。ここにも、飲み物売ってますね。ガラナ売ってます。北海道限定ですよね。ガラナ売ってます。これ後から1本買っちゃおうかな。ボルビック、ボルビックは今年の12月でなくなっちゃうんで今のうちに買っとくといいかもしれないですね。で左に向けて、右側向くとお酒ですね。お、洞察のシックラ、これも売って
てますね。あとスーパードライと、こちらがチューハイ、あとセブンティーンアイスクリームということです。ここはお土産売り場、夜9時21時から10時まで1時間営業するということで、今ちょっと閉まってるようですね。でこっち行くと左側が女性の大浴場、右側が男性の大浴場になってます。ちょっとさすがにね、お風呂はちょっと入れないんでね、これもスルーしていきましょう。これはマッサージチェアですかね、ちょっと今やってないようですね。で左側が、ゲームコーナー、ゲームコーナーもちょっと今一時的に、閉めてるようですね。こちらトラックドライバー区画ということで、ドライバー室で、こちらの方は僕らちょっと一般の人はちょっと入れないようですね。でも意外とこうトラックドライバー室って結構興味ないですかね。なんかどうなってんのかなと思ったり結構するんですよね。なんか入ってみたいけどちょっと入れないです。じゃあちょっとお部屋の方に戻ってきました。もう夜なんでね、ここのカーテンは開けることができません。で今仙台の一時上陸の書類をもらってきたので、ちょっと読みながら、書いていこうと思います。部屋はまあまあ一人に使うにはもう十分すぎるくらい広い部屋なんで、はい、この部屋にしてよかったかなと思います。まあ、2日前か3日前からに予約したんで、ウェーブ割で2泊で、でも2万5000円か、この部屋借り切って1人で。まあ、まあまあお得かなと思います。早割だともうちょっと安いんじゃないかなと思います。
はようございます。今日は7月の20日月曜日です。今、今日朝すごい日の出が綺麗だったんですけども、今この時間外を見るとちょっとガスがかかっててあんま外見えません。で、今日なんですけど、僕は苫小牧まで行くんですが、途中の寄港地の仙台の港で、乗り降りがあるんですけども、苫小牧に行く人たちっていうのを、仙台港で、一時上陸、手続きをすればできるそうです。で、この手続きなんですけども、書類にサインする必要があります。同意書みたいなやつで、ちゃんと降りるときは何時に降りますよと、戻ってくるときは何時まで戻ってきてねと、戻ってこなくても、船出ちゃうよと、あと緊急事態があったら急に出航することがあるよ、知らないよっていうようなことが、書いてます。それに対して同意のサインをして、その書類を、5階の、インフォメーションデスクの方に、搭乗券と一緒に、持ってきます。それは、仙台、上陸の日っていうか、仙台の到着の日の朝7時半か7時15分くらいから、受付をしていただけるということで、インフォメーションに、書類と、搭乗券を、持っていきます。そうすると、搭乗券に、この一時上陸証ってやつですか、これに番号と人数を書いて、この搭乗券にホチキスで留めて渡してくれます。で、今回定時は4時40分、16時40分に仙台に着くんですが、10分早い16時30分に着くそうです。で、上陸はその20分後、要は16時50分までにお願いしますと、いうことです。で、戻ってくる最上線というのは、出港が、定時では19時40分、7時40分なんですが、18時15分から、19時10分の間に、戻ってきてくださいねということが、書いております。それ過ぎちゃうと、行っちゃうよ、乗れないよということでですね。で、こういったのも一緒にやりました。仙台港から巡る、仙台港からフラット巡る一時上陸の旅ということで、近場の、戻ったところですかね、三井アウトレットパークとか、海の森美術館、水族館、あとは裏めくるとキリンビールとか、あとかまぼこの国、利久牛タンですよね。あと売店、あと多賀城のイオンかなんかも近くにありますよね。なんかそこまでプラッと行けるようです。ただね、時間がこの18時15分から19時10分の間に、戻ってきてねってことなんで、一応、3時間はあるんですけれども、なんだかんだでちょっとパタパタしちゃうかなっていうところですかね。はい、今とりあえず時間は何時の、8時41分、やることないです。携帯も思いっきり今県外なんで、こういう時はもう寝るかテレビ見るか何もしないっていうのもまた贅沢な過ごし方かなとは思っています。何時くらいだろう、天気良ければ、名古屋港行きの、船と、すれ違うようなんで、それ見れたらいいなとは思います。
現在時刻が15時55分、7月の20日です。さっき案内放送がありまして、あと30分くらいで仙台港に着岸するということです。ちょっと正面にはもう仙台の港 と、仙台の街並みが見えてますね。船の船体も少しずつこう左に曲がってて、仙台の港に入っていく感じなんですかね。もうなんかもうすぐ着きますね。で、右側の方にカメラを移すと、こちら松島方面ですかね。で、今これ正面から真正面から見てるんですけども、仙台港に着くと、ここの前方のこの白いのがガッて上がって、ここから車が出るみたいなんで、ちょっとそれを見てから、一時上陸したいと思います。一応ね、16時50分までには出なきゃいけないってことなんで、ギリギリになって出る感じですかね。本当はね、さっさと出てちょっと外出たいんですけども、ちょっとどうしてもこっちはここを見たいんで、はい、ちょっとギリギリかもしれないですね。左側がこれ仙台の、貨物港ですかね。なんか貨物の、積み下ろしを、やってますね。で、右側がなんか、太平洋フェリーとか、これ旅客専用の港なんですかね。最初はここ和室なんですけれども、最初洋室を取ったんですよ。で、洋室取ると、この船体の右側か左側かを選べたんですけど、和室だとこの正面のこのが見えるので、ちょっと、まあ、普段和室は泊まらないんですけれども、まあだったら和室にしようかなってことで、今回、全面展望を思いっきり見えるこう和室にしてみました。やっぱね、和室選んでよかったなと思います。畳で寝るっていうのも久しぶりだし、うん、これ全面展望を見れるし、まあ良かったですね。これでこう2泊で、まあ、直前に予約したにもかかわらず2万5000円だったかな、そんくらいだったんで、まあ良かったと思います。あれ、正面がこれ行き止まりになったり、これどうやって仙台に入ってくるんですかね。あ、なんかカモメ、なんか鳥が、まあ、船の周りを何とか飛んでますね。これ出航するからバックで出るのかな。バックでこれ船体の長さが199メートルって、まあ、200メートルくらいって聞いてるんで、これ出るとき、これってどうやって出るのかなって今思って、多分バックで出るのかな。そこバックで出て、ここの正面のところでくるって180度変わって出るのかな。どうやって出るんでしょうね。すごい興味ありますけど。あれ、でもなんかこの窓突き当たりですけど、なんか右側で、船体の右側でなんか作業してるっていうか、あっちの方につけるのかな。ってことは、あそこの右側のちょっとへこんだところに入ってくんですかね。どうやって入ってくるんだろう。また案内放送が流れます。お車にてご乗車くださいますが、お客様にご案内申し上げます。本線にはお車に戻るエレベーターが1号機から3号機まで3機ございます。エレベーターによってはお車に戻れない際のご利用ですので、ご乗車されましたエレベーターおよび駐車場所の下線前にあらかじめ
なんか右側の方、右斜め前方の方にボーディングブリッジが見えてきたんで、あそこにつけるのかな、正面からつけるんですかね。こっから、右に入っていくのかな。でもどうやって入っていくんだろう。この船のちょうどまっすぐ行ってちょっと左側の方に行くと仙台の街並みが見えてますね。あ、船体が右の方に向いてってますね。ということはあそこにが右に行くのか。なんかすごいトラックみたいなのが、来ました。なんかあのトラックはなんか役割があるんですよね。なんでしょうね。あ、なんかトラックがバックしてますね。なんかトラックにこのロープを引っ張って、トラックがバックしてロープを引っ張ってるんですね。で、あそこの赤色のなんかこう出っ張ってるところにくくりつけるのかな。あ、でもトラックの運転がすごいうまいな。あ、でくくりつけましたね。上げました。この白いこうバーみたいなやつが上がってきたんで、ここからこう車の出入りがある、出るんだと思います。で、仙台港に着きました。着岸しました。で、戻ってくるのがね、多分、ここに書いてるように、18時15分から19時ちょうどなので、その時間くらいに戻ってきます。で、出港が19時40分になるんですけども、ここ、カーテン開けっぱなしだと、ここですね、戸を開けないでくださいってことなので、もうここ出かけるときはもうここ閉めていきます。で、思いっきりこれ引っ張って、で、ここの紐をここになんかこうぐる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 こう巻きつける感じですかね。で、巻きつけて、これでしっかり固定するということですかね。で、これで十分と。で、一応ここ戸を開けないとくださいと、もう一応戸を閉めます。で、戸を閉めて、出かけましょう。出たら戻ってきても大丈夫ですね。じゃあ、出かけていきます。持つものはこれ、部屋の鍵と、この1
地上陸証というこの証明書、あと搭乗券ですね、これを持って、一時で見てます。電気を消して行きます。もう仙台港に着きました。で今からね、パブリックスペースの掃除などが行われるです。部屋の掃除などはしないんで、このロビーとかそういうところの、お掃除をするようですね。でそれから、仙台港から、乗船するお客様を、お乗せするような段取りですね。でも気になったんですけども、ゴミ袋が名古屋市のゴミ袋なんですよね。これ仙台で捨てるのかな、ちょっとどうなんですね。その辺がすごい気になったんですけども、今手続き終わったんで今から下船します。すごい大きいですよね。これ線が七夕のやつですね。今年はね、残念ながら七夕は行けなくなっちゃったんですけども、待ち合い室の様子ですね。一応外出てきました目の前に GTR が止まってますね。目の前に船が止まってます。こう見ると大きいですね。ここからね、20分、アウトレットとかイオンまで20分、歩いて20分で行けるそうなんですけど、車で5分、どっちにしようかなと思って今思ってます。今時間が4時45分6分くらいかな。結局タクシーで、来ちゃいました。タクシーで初乗りだったかな、じゃあ760円か、港からで、このアウトレットに来ました。最上線が18時15分から7時10分って確か書いてあったと思うんですけど、まあそれまでに戻るっていう感じで、まあ6時半までいることができるのかな。6時半くらいまでいようと思うんで、割と時間がゆっくりできると思います。ちょっと見たいショップがあるんで、ちょっとその辺とか寄ってみようかなと思ってます。アウトレットに観覧車がありますよ。あんま大きくないけどね、7時半までやってるみたいですね。これはちょっと乗ってみなきゃいけないですよね。観覧車とか結構乗るの大好きなんで、ちょっと乗ってみましょう。いくらなんだろう。17時から割り1名500円、500円ですって。でこれちょっと乗ってみましょうかね。大丈夫ですか。すいません、ありがとうございます。おお、楽しそう。はい。いや、人生で初めて一人で観覧車乗りました。まあ誰もいません。本当に自分だけです。よいしょ。こんな感じですね。なんか5時から500円ということで、ちょっと思わず乗っちゃいましたけど。よいしょ。よし。なんか移動するとね、ゴンドラが揺れるんですよね。なんか昔の横浜のドリームランドみたいな、そんな感じなんですけど、結構ね、高いところが好きなんで面白いですよ。正面に見える高速道路みたいなのが仙台東北道路という道路で、これ東北道と確かつながってるんですよね。1回ね、2回くらいかな、東北道から乗ったことあるんですけども、
結構ね走りやすくて良、かったです。で、右に行くと、あっち、こうまた船、太平洋フェリーの石狩号が止まってます。19時40分に、仙台港を出港して苫小牧に行きます。ここから徒歩20分ってことだったんですけども、行きね、タクシーで来たら760円で5分、多分5分もかかってないから2、3分くらいで着いちゃいました。でさっきはこのケース電気でちょっとカメラのゴープロのメモリーがちょっと厳しかったんでちょっと、メモリーを買いました。もうちょっともうすぐ一番高いところかな、もうすぐ一番高いところに来るんで、窓が、ね、気持ちいいですね。あんまり一人で乗ってる人見たことないと思うんですけど、なんか全然こうね平気なんですよね。ちょうど、ゴンドラの右側、仙台の街並みが見えてます。お、風が気持ちいいですね。何年か前に確かここに車で通ったことあるんですよね。さっき仙台東北道路を通ったことあるって言ったんですけども、ちょっと、三陸の沿岸の方をちょっと、岩手県の方まで、ドライブ、国道45号線だったかな、ドライブしてたんですけど、確かこの辺通ったことありますね。で、エネオスですね、洗車したの、なんかそんな記憶があります。すごい走りやすい道の道路だなと思いました。なんかあっという間に一周でしたね。もう着いちゃいました。ありがとうございます。5分くらいで一周したのかな、なんかあっという間に着いちゃいますね。もう一周したい気分ですよね。最初恥ずかしいかなと思ったんですけれども、全然全然平気平気、まあ一人焼肉とかね全然余裕でいけるんで楽しかったです。はい、では仙台港フェリーフ島に戻ってきました。ですね、帰りはね、この直線の道を、20分25分くらいかかったかな、歩いて戻ってきました。船の中で、ね、ずっとくっちゃねくっちゃねしてるんでちょっと運動のために、歩いてきました。もうね、船乗れるはずなんでこれから、再乗船しようと思います。それにしても大きいですよねこの船ね。また、先頭の705号室に入ってきます。誰もいません。みんな乗っちゃったんですかね。誰もいないですね。こんなにシーンとした待合室も寂しいですね。いいのかな、行っちゃっていいのかな。ティッシュがある、ティッシュ1個もらっていきましょう。
空いてないな。何時までだっけ夜は。今日は8時半まで、6時40分くらいでしたっけ。今日お腹空いてないんで、こちらの19時10分から22時までのこのヨットクラブというところで軽食にしましょうか。というのも夜のバイ昼のバイキングが2回食べちゃったんで、まあ、2回って言うともう払ったお金は1回分ですけども、1回プレートに乗った量を2回食べちゃったんでお腹空いてないんですよね。はい、705号室戻ってきました。はい、電気つけましょうかね。あのここにねカードキー入れるんですけど、ちょっとあのもうすでに自分の別のカードというか、はい、あのスイカ定期かな、なんかそういったものをこう入れてるんで、あの結構ねあのホテルとかでもあのこういう抜き差しして電気つくやつあるじゃないですか。あれ別にあのホテルの部屋のカードキーじゃなくても別になんかこんくらいの大きさのもの適当に入れとけばセンサーが反応して電気つくんで、あのなんだろう、あんまこういうこと言うっていうのもあれなんですけど、あのあれ抜くとね電源っていうかねエアコン切れちゃうんですよね。なのでこう帰ってきて部屋が暑いってことあるじゃないですか。なんでこう夏場とかねエアコンつけっぱなしで戻ってきたら涼しい方がいいっていう場合とかだと、こういうなんか適当に大きさのものを入れておくと、でカードキーはあの自分で持って出かけると戻ってきたらあの涼しいって、まあ、そういうこともあるんで、あのまあ豆知識というか、まあ、あの参考になさってください。では本日の夕食です。今日はねバイキングじゃなくてこのヨットクラブという、ところで、単品注文ですね、まかないカレーっていうやつと、味噌汁、サラダ、そして札幌のクラシックビールです。これでね1660円、バイキングで安いし、まああの昨日バイキングも美味しかったんだけど、たまには違うものを食べたいなと思って、これにしてみました。
今日は7月の21日ですね。2泊3日の3日目。今日が苫小牧の入港の日ですね。時間が今ちょうど10時です。苫小牧到着の入港時間が11時なので、あと1時間。1時間で、到着といったところでしょうか。外ね、曇ってるっていうか、若干さっき外出たら、霧雨みたいなのが降ったんで、視界が全然効かないんですけど、今、現在の場所がちょうどこの辺り見えますかね、この辺りなので、まあ、正面に苫小牧が見えるはずなんですけれども、ご覧のような天気なので全然見えません。苫小牧について、まだ全然何も考えてないんですけど、今日帰ろうか明日帰ろうかなみたいな、どうしようかなとは思ってます。で、ですね、2泊3日が、昨日とかもう何もすることなくて、昼寝2回してたんですけども、まあでもあっという間でした。2泊3日、もっともっと乗ってたいなとは思ってるんですけども、また乗りたいですよね、機会があったら。でもね、なかなかね、こう飛行機の方が早いし、時間を有効的に使うとなるとやっぱり飛行機とかになってしまうんですけども、ね、2泊3日の今10時なんですけど、この時間羽田立ってもね、地下鉄着くのは飛行機の方が早いんで、まあ、飛行機になっちゃうんでしょうけど、まあ、機会があればね、またこの太平洋フェリーに乗って41時間かけて、北海道とか行ってみたいなとは思ってます。
苫小牧に着きました。2泊3日、使ったこのお部屋ともお別れです。あっという間の2泊3日でした。41時間でした。名残惜しいんですけども、下船します。そう、ここにね、入れっぱなしだったものをこれは抜かないといけないですね。よいしょ。で、あ、電気消しとこうか。消えたかな。よし、では起こりましょう。で、ちゃんと、この、搭乗券と、下船用のやつ、これ持っていかないとちょっと面倒くさいことになるんで、置いていきます。